こんにちは冬の経済対策が政府の方から出てまいりました西村経済担当大臣ですけども節電のこれだという秘策は皆さん重ね着をしてください使ってない部屋の電気を消してくださいお湯の出し過ぎに注意してくださいこのアホかというね <laughs> これがね月給200万の歳費をもらってる人の注意喚起ですよなんか近所のおばあちゃんが言ってくれたのかなみたいに思ったけどもまあ 優秀な大学を優秀な成績で卒業した大臣様のお言葉だそうです。もう、金返せよ、も金を。その一方で、北陸電力はなんと、電気代値上げ46%、中国電力は30%、全国的にも電気代は30%以上の値上がりがすっと決まりました。ご愁傷様でございました。西村経済担当大臣。 もっと他にいいことは言えないんですかな、何節電対策で重ね着をしてください使ってない部屋の電気を消してください。お湯の出し過ぎ注意。<laughs> ねえ。まあ、こういうことですよ、もう。他に言うことないのかというね。昼も夜もマスクって言ってね、去年言ってましたけどね。昼も夜もマスク。寝てる時もマスクってからね、テレビで言ってましたけどね。あんまり変わってないですね。頑張ってください。西村康稔大先生。